変態とは動物の正常な生育過程において形態を変えることを表す。典型的なものは節足動物の昆虫類や甲殻類などに見られる。特に栄養の摂取に特化し、生き残りと成長に最適化された陽性と次世代を生み出すための生殖機能を備えた生態の間で形態が大きく変わることが多い。それに伴い、 生活様式や場所が変化する場合もある。海産無脊椎動物ではよくあるが、生態が、底生生活で、妖精が、プランクトンの生活をするものは、すべて変態を行う。なお、哺乳類や蝶類、爬虫類のように、基本的な体の構成は変わらず、各部分の発達によってその日が変化する程度で、連続的に形態が変化して生態になる場合には、変態とは呼ばない。 また、卵から生まれる場合には、見かけ上の形態の変化は大きいが、その個体の形は、卵の中であらかじめ形成されており、変態には当たらない。つまり、変態とは、動物が孵化して、陽性の形になった後の変化のみに対して用いる言葉である。エルンスト・ヘッケルは、生物の発生は進化の経路をたどるとする反復説を唱えた。この説は、現在では、 多くの問題を指摘されているものの、基本的には、ある程度の範囲で認められている。その意味では、動物が発生の過程で姿を変えるのは、当然とも言える。その観点に立てば、変態とは、それが成長の過程に見られる現象という見方も、あり得る。つまり、変態をしない動物は、多くの変化を不可以前に、卵の中で行ったものということになる。そこで、 変態をしない動物の成長のことを直接発生という場合がある。昆虫では卵から孵化すると幼虫と呼ばれる形態となる。幼虫が生殖能力を有する成虫になる過程で変態を行う。ただし、原始的な種類には変態をしないものもある。昆虫類が完全変態を行うようになった理由は明らかではないが、一説によれば、個性大石短期から、 ペルムキにかけての気候の悪化へ対応するため、サナギの段階を経ることによって、寒冷期を乗り切るように進化したためであったとされる。幼虫が、成虫になる際、一旦運動能力を著しく変えたサナギと呼ばれる、形態を取り、サナギから脱皮して成虫が現れる。すなわち、卵幼虫サナギ成虫という段階を経る、ものを完全変態という。腸、ハエ。 甲虫などが該当する。これらは昆虫類の中でも二条期以降に出現した進化の進んだ種族と考えられる。なお、完全変態をする原生の昆虫の中では、尻上げ虫が最も起源の古い分類群と考えられている。サナギは昆虫類独自の形態で、他の動物には同様の形態は見られない。完全変態を行う種の幼虫は、 生態と全く異なった形態を持つ場合が多い。いわゆる芋虫型やジムシ型などの幼虫である。これらの形は複雑な形態である昆虫本来の姿とはかけ離れ、節足動物の原初的な形態に近い単純な外見を示す。生殖のため配偶者を求めて広範囲を移動するのは成虫に任され、幼虫器はあまり動かず。 接触と成長に専念するという特化した生活様式に適応しているとされる。また、幼虫と成虫では生活の場所や食物が全く違う場合も多く、このような性質は限られた生活場所や食物を同じ種の成虫と幼虫が奪い合う事態を避けるためには好都合であると考えられている。サナギは多くの場合、成虫の外観のみをかたどったイガのような姿をしており、 このような姿のサナギを裸サナギという。長目の成虫の多くは胴体に比べて大きい前肢、後肢を持つが、サナギのステージにおいては他の分類群のものと同様に羽が縮められて胴体の側面に密着した状態にあるため、サナギの形状を一見しただけで成虫の形状を知るのは難しい。早めのサナギの多くは、成虫とまるで似ていないように見えるが、 これは彼らが溶化の際脱皮せず、幼虫の外骨格がそのまま硬化して、眉の代わりとなり、その内側で実際の溶化が行われているためである。サナギは短い糸を出して、体を固定したり、土、排泄物、自ら吐き出した糸などによって、眉を作ってその中に入ったりするものが多い。ほとんどあるいは全く動かず、休眠しているように見えるが、その体内では、 幼虫の体を構成していた初期間が食細胞の働きにより一旦分解され、幼虫期に摂取し備蓄した栄養分を用いて、成虫の体を形作る元となる部位、成虫元気を中心に新しく形態形成が行われる。完全変態、ハチ波長の場合可変態、変臭また幼虫期の間で生活様式の変化に合わせて形状が著しく、 変態することを可変態という。土半妙やねじれネなどの一部の昆虫が行う。可変態の昆虫は寄生虫であることが多く、幼虫が宿主へ移動するための形態から、寄生生活に特化した形態へと幼虫期の中途で変態するものが多い。なお、多変態という語もある。両者を同一の意味に用いる場合もあるが、厳密には、 前者は例えば足のある幼虫から虫型に変わるというように体勢に変化がある場合を、後者は幼虫の基本体勢そのものは変わらないものに対して用いる。このような区分では前者の例はいずれも多変態に含まれる。一方、さなぎを経ず幼虫が直接成虫に変態することを不完全変態という。昆虫の基本的な変態様式で、 この場合の幼虫は完全変態をするものと区別するため通常は若虫と呼ばれる。中でもセミ、カマキリ、トンボ、バッタ、ゴキブリなどが代表的な例である。小変態、編集若虫と成虫の形態がよく似ており若虫期に数回の脱皮を繰り返して成虫に変態する。バッタ、ゴキブリでは若虫と成虫の外見上の違いは体の大きさ以外では 羽が生えているかどうかの程度である。羽は弱霊の若虫では見られず、脱皮と共に多少大きくなり、成虫になると一気に完全なものになる。羽を畳むことはできる。ブハネの場合、変態しない種類もいる。ガロアムシ、マントファスマ等は、羽を持たない。不変態とは異なり、幼虫は交尾、産卵不可能である。不完全変態、セミの場合新変態。 編集成虫期の直前に、サナギのようにほとんど動かないもののサナギではない特殊な状態の2期がある不完全変態を、新変態と呼ぶ場合がある。該当するものとしては、アザミウマの実が知られている。全変態、編集不完全変態昆虫の中には、トンボカゲロウの実の形態変化が、比較的大きなグループもある。トンボの若虫、ヤゴは、水中で、エラ呼吸をし、 発達した折りたたみ式の下唇を用いて、水中の餌動物を捉えるのに対し、成虫は特徴的な腹部を持ち、その姿は大きく異なるものの、大型の腹眼を有する頭部の形など、基本的な構造は共通している。また、カゲロウは修霊幼虫から直接成虫へと変態するのではなく、成虫に似るがうかの場所を求めて極端距離を、 移動するための弱い飛翔能力のみを持つ、亜生虫と呼ばれるステージを持つ。トンボカゲロウのみの変態様式を、全変態あるいは半変態と呼ぶ場合がある。成長過程で形態がほとんど変化せず、脱皮によって大きさだけが成長することを不変態あるいは無変態という。シミイ石のみのみが該当する。幼虫、成虫とも、交尾、産卵可能。 多くの節足動物では、成長の過程で、体節や付属子が増加する。極秘動物は、後放射総称の体制を持つが、不可後しばらく間の妖精は、左右総称の体制である。ウニの場合、プルテウス妖精といわれる三角錐の先端を切って、角から突起を出したような姿であり、その後、一時的に海底の硬い基板上に定着し、反対側の端に、ウニの体が、 新たに作られるような変態をする。これは極秘動物の祖先が左右対称動物であり、固着性になったことでご放射総称の体を獲得した進化の過程があったことを表すものと考えられる。お作動物のうち、ホウヤ類とタリア類は、妖精はオタマジャクシのような外観を持ち遊泳能力を有するが、生態になると変態し海底の岩などに固着する。 妖精は赤削を持つが、固着生活に入ると消滅する。甲骨魚類にも妖精時に、親と随分異なった姿のものがある。うなぎの妖精は、深海で孵化して旋海に出てくる時には平らで柳の葉のような姿であり、これをレプトキファルス妖精という。その後、生体と同じ円筒形の体に変態するが、その際、大きさが随分と小さくなる。マンボウの妖精は、 全身に針があり、コンペイトウやハリセンボンを彷彿とさせる姿をしているが、成長とともに針が失われ、ゆったりと泳ぐ生態に形を変える。劇的な変化とは言い難いが、ヒラメやカレイの場合、発生時には通常の魚類と同じような形だが、徐々に目が体の側面に移動し、最終的には目を上にした平たい形になる。両生類では、 妖精はいわゆるオタマジャクシ型をしている。エラ呼吸をし、水中生活を行うが、生体は、肺呼吸をし、手足が生え、陸上移動が可能な形態となる。これが両生類の変態である。カエルなどの無王類では、これに加えて、変態の過程で、オンが消失する。参照魚の中には、外エラを残したまま成熟するアホロウトルなどの種が、存在する。ありがとうございます。